はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの1周年記念スペシャル第2弾ガチャを引いていきたいと思います。で、今現在ね、あのバンプガチャの方も来てまして、前回はバンプ確定分まで引いてシモンくんが当たりましたと。で、結局バンプキャラについては、まあ、このシモンくん一体だけだったので、まあ、内藤メールちゃんとかね、ミサちゃんとかも、まあ、欲しいっちゃ欲しいんですけれども、とりあえずはお借りして使っていこうかなということで、まあ、なんでねこのスペシャル第2弾を引こうかと思ったのは、北斗ですね。北斗がね欲しくて、今ねコントロールキャラが結構ね悩まされてて、まあ、北斗が手に入ればまたデッキに、幅が広がると思いますので、まあ、今回は北斗狙いで、やっていきます。ただねこのピックアップされているキャラだけでもね10人いるんで、そこから北斗をねピンポイントで、まあ、当てるっていうのはなかなか難しいとは思うんですけれども、まあ、とりあえず引いていきましょう。で、一応ここのピックアップキャラのうち、左上からいくと浦賀ですね。で、浦賀は SR を持ってないです。なので、まあ、浦賀も欲しいといえば欲しいキャラで、右が雑賀で、雑賀に関してはもう SR ちょっとプラゴになってますと。で、その右に行ってホムラちゃん、ホムラちゃんは SR を持ってて、その右余剰、余剰も持ってますと。で、その右に行って、東条も持ってます。で、ちょっと左下に行って北斗ですね。今回は北斗狙いと。で、その右の、まあ、サンバ新島ちゃん、まあ、もちろん持ってないですと。で、右に行って今野ちゃんも、持ってなくて、で、その右上クレバも持ってないですと。で、右下がセッちゃんで、チアのセッちゃんも持ってないですということで、まあ、ここにいるキャラはね、まあ、みんな強力なキャラなんで、まあ、持ってないキャラが当たればそれでいいですし、まあ、持っているキャラでも、解放していけるんで、まあ、全然いいですね。まあ、ただこの中で雑賀とねチアセッちゃんがどうかなっていうところはあるんですけれども、まあ、とりあえずやっていきましょう。で、内容としては、タンガチャですね。タンガチャが9回目まで、PR 以上1枚確定ということなので、まあ、これもねなかなか美味しいと思うんですよ。まあ、しかもバナーキャラしか出ないというところで、まずは、この PR の方をちょっとね引いていこうかなと思います。タンガチャ、1回目は PSR ガチャ券が、もらえるやつだったのでもうすでに引いてありますと。なので2回目からいきましょう。タンガチャ25いきます。まあ、ここら辺はねやっぱりね余剰ですね。余剰をね解放したいっていうのが一つありますね。おお早速余剰が出た。なかなかいいね。でこれは一回一回戻んないといけないのか。なんか間違えてバンプとかね引いちゃったらあれなんだけど、とりあえずグググは来てくれるね。でここでなんか炎の背景が来るとSR が確定なんですけれども、サンバ新島ちゃんですね。サンバ新島ちゃんどうしようかな。枚数によっては通常の新島ちゃんに、ぶっ込んじゃおうかな。まあ、これは、結果次第ですけれども。でこれが、4枚目ポンと。ここら辺の普通のキラーンとかだけだと、まあ、あんまり SR は期待できないのかな。裏が裏側ね本当にね欲しいですね。やっぱりね、まあ、草野もね似たキャラで悪くはないんですけれども、ちょっとね草野はねタックがねどうしても経験点がなかなか稼げないんで、浦賀の方がいいかなっていうのはありますね。で今野ちゃんですね。で次が何回目だ。6回目。まあ、ここら辺はね解放用でやって、まあ、もしね SR が出ればラッキーかなというところですね。サンバ新島ちゃん、そうかサンバ新島ちゃん自体は、ピックアップの確率が普通の人より多いのか。で7回目ですね。一応金の玉からキラーンが赤い背景が来たりすると SR が来るのかな。サンバ新島ちゃん多いね。これ3枚目か、まあ、どうせならちょっと5枚揃ってもらってもいいよね。で SR のサンバ新島ちゃんが当たんなかったらもうそれは普通の新島ちゃんに突っ込んで新島ちゃんのレベリングをすると。
今度ちゃんと、なんだかんだであれだな、余剰くんが1枚か。まあでも出てくれるだけでも全然いいですね。でタンガチャについてはとりあえず全部 PR ですね。まあ、ただねやっぱり全部 PR っていうのもねなかなかいいと思います。裏がもね結構 PR あると思うんですよ。だからあとはね SR 待ちというところで、じゃあ10連の方に行きます。こちらは初回 SR と PSR の出現率が2倍で確定ではありませんと、1回引きましょう。これは SR は入ってないな。来たね、余剰ありがとうございます。北斗の R か、PR の6の人六本木かで、チアの PR かとチアの R。チアはなちょっと普通の方に突っ込んじゃおっかな。 PSR せっちゃんもね鍛えていきたいといえば鍛えていきたいんで、で次2回目、2回目も SR と PSR の、出現率が2倍になってますと。で確定ではないですと。おお虹玉きたね。さてどなた、余剰の R、 余剰の R もだから嬉しいのは嬉しいですね。きたー北斗、よし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 、ありがとうございます。でこれは R、 そうか解放用に新島ちゃんもね欲しいんだよね。え北斗来たよ、どうする、引くえどうする本当に。えちょっとなんか止めたい気もするんだよね、止めたい気もするんだけど、まあ、せっかくだから引いちゃおっか。いい流れで来てるんでね、引きましょう。3回目は SR 確定なんで引きましょう、やります。で確定の時は倍率は普通ですね。うんまあ1枚スッス、スッスは実はね結構レベルがね低いと思うんですよ。レベルってそのプラスね。で余剰の PR も出たんで、あ古永もね嬉しいですね。古永もねやっぱりね結構使うんですよ、鎌狩りとのねコンボでかなり優秀なんで。でもうこのままの流れでいっちゃいましょう。4回目、で4回目についてはバナーキャラから SR1 枚確定ということでいきます。いやもう北斗が来たんで全然いいですね。しかもね余剰も多分これ解放できそうな気がするんですよね。おお来た、ホムラちゃん、ホムラちゃんもいいね、解放していきましょう。で余剰の R もあるね、東条の R も2枚あると。よしここ PR はちょっと出なかったけど、ホムラちゃんが来たので全然 OK ですね。はい、ということで念願のね北斗を、手に入れることができたので、まあもう第2弾ガチャね実は結構終わる時間帯になってるんですよ。まあまだね29日にはなってないんですけれども、あと20分くらいで29日になって、まあ2時まではねやってるんですけど、月曜はちょっと平日なんで、2時までに引けるかって言われたらちょっとあれなので、もう最後の最後で、北斗来ましたね。かなり嬉しいですねこれは。じゃあちょっと解放の方も見ていきましょうか。ボックスの中身なんですけれども、またねボックスきつい病になって、で R の方はもうちょっとね処分していこうと思います。PR にくっつけます。でただ R のプラ4はねちょっともったいない感じがするので、もうそれ以外プラ3とかね葵ちゃんとかもう、PR に突っ込みます。なので、まず守くんですね。守くんは PR プラ5が2つあって、これね暁守る用に取ってあるんですけど、まあいつ使うことになるやらと。でここに普通の PR があるんで、これを R くっつけますと 36%。 おお上がった。でこれを延々と繰り返していくと、いうことで、
葵ちゃん PR、 これを R39%、 これもくっつけちゃいましょう。せっかく3まで育てたけど、うん、ダメでしたと。で、そうやっていくと水木ちゃんはプラゴになってるんで SR にくっつけよう。上限解放2 1。水木ちゃんはねまだこれでようやく1だからね。あとはスッス、スッスはもしこれが成功すれば PR プラゴになりますね。おお、ついでにそのままいくか。当たったね SR はもうくっつけてあります。でプラ3になってるんで、すげえうまくいけばこれでプラゴが出来上がりますね。2解放してくれるとね、おお、プラゴになった。やっぱりねめちゃくちゃはかどるんですよね。ミコアオイはまだちょっと取っておいて、スバル、これは普通の R をくっつけましょうと。うん、失敗。あとはブロッコリーはそもそも R がない。あ、カマカリはもう SR プラゴがあるから R は普通に経験値にしちゃおうか。ちょっと後でやろう。久方、R をくっつけて、うん、できませんでした。あとはどこだ。つくもは R がない。鋼も R がない。コウモト R1 個あるね。成功すればプラゴが完成。うん、ダメでしたと。で佐久間くん、佐久間くんはそう一応報酬でちょっと PR をもらってプラゴができたので、これをくっつけましょう。2、おお、いいね。2の解放が成功してくれるとかなり嬉しい。鮫島のおっさんは R がない。右京は PR がない。左京も PR がない。左京はもうプラ4ですからね。そうで、グッサンでちょっと間違えちゃったんですよね。プラ4が1個あってプラ7が1個あるみたいな。ちょっとこれにこれをつけるのはねなんかもったいない気がして取ってあるんですよ。蛇島とかさ、もうすでにプラゴを作んなくていいような気もしてきたんだよね。もうどん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 突っ込んでいってボックスの圧迫を防ぐっていう。ボックスってもういつ拡張されるの。本当にきついんだけど。じゃあ白菜これもやりましょう。 SR がね来ないと PR が溜まっていく一方なんで。あと青葉もR がないのか。で銭形もない。で餅は PR がないのか。で大西くんもなしで、滝本もいません。樽本は普通の SR がない。 PSR に積んじゃうっていうのはまあね、多分ね樽本のね PSR はねミキサーにね突っ込んじゃうと思うんですよね。あと1枚でね PSR ミキサーができるんで。ちょっとこれはPSR ミキサーかな、取っときましょう。チャライ、チャライくんは突っ込みましょう。うん、ダメでした。どこまで来た。チャライまで来て、中之島は PR がない。田中山、あー田中山4か、4で PR も4だからこれはちょっと確実に行きたいね、田中山くんに関しては。でちーちゃん3、解放できれば4にならない。で、ちーちゃんまで来て、浜崎は R がない。で、ブは PR がない。武田は R がない。有村は、R がない。鈴本は PR がない。ここら辺、ないない軍団だな。で、西川はもうプラゴでしょ。で、ちゆちゃん。ちゆちゃんは、これが成功すればプラゴが2枚になるけど、SR を持ってないんで、保留というところか。おー、プラゴになったね。ちゆちゃんもな、欲しいよな。小平くん、4か。小平くんは4なんで置いときましょう。友沢は R がない。アンヌもない。で、パピオンはもうプラゴになってるから、ちょっと R は置いとくしかないですね。ひまわりちゃんも R がない。小高は PR がない。小村ちゃん、行きましょう。あ、そうだ。手に入れたから、これくっつけて、まず。
小村ちゃんは1で、そこに PR を入れて、まあ、PR を入れてって言っても R の PR を R から PR を作るんですけど、おお OKOKOK で、小村ちゃん確かボックスにねもう一個眠ってたと思うんですよね。まあ、それは後で引きずり出してくるか。で、立川は R がない、つりやくんも R がない、矢部田さんはこの PR が、これとこれがいけんな。もう2個やっちゃおう。3上がれば最高っていうとこ1かいな。強化大成功とかね、もう PR の時はもう無意味だからね。で、ちょっと新島ちゃんはサンバの絡みがあるんで一旦置いておいて、木村ちゃんですね。木村ちゃんはこれが成功すれば PR プラゴが2枚になる。うん、2枚にならなかったね。で、あとは金原は R がない。水鳥いきますか。うん、水鳥も成功しない。まあ、30% だからね。大丈夫博士ってどれくらいの確率なんだろう。だいたい 30% とかで、昔は動いてたんだけど、それと同じくらいの確率かな。騎馬妹は PR がない。エミリちゃんプラゴができたので、突っ込んでいきましょう。でね、プラゴを突っ込んだ時のね2アップはね 30% じゃないと思うんですよね。わりかし上がる気がするんで、まあもしかしたら単に運がいいっていうだけかもしれないですけど、ここら辺は限定キャラの聖堂とかが来てるんで持ってないでしょ。天城くんいきましょう。太平楽キャラですね。うん、で太平楽キャラまで来て、もろいもいけるか。うん、アップで、裏がって今どんだけあるんだっけ。そう、裏がね、プラゴが1個できてるんで、もういつ来ても大丈夫。しぐれちゃん、しぐれちゃんもこれでプラゴが完成か。しぐれちゃんもね、強化されて敏捷ポイント投手でくれるようになってるんで欲しいですね。やっぱ経験点が高くなってるんで、まあ告白1回で行くか2回で行くか、そこら辺もねちょっと選べるようになってるんで。で、チカちゃんも R のプラゴがあるんでくっつけましょう。で、2アップしましたと。よし、だいぶ空いてきたね。276か。あとはりょうちんはあるか。 PR4、 ちょっとこれは置いとこう。まあ、4とかはねもうさすがにあと1個なんで。で、ハッチは SR を持ってない。で、せっちゃんもね今回ちょっとユニフォーム関係が来てるんで、これをどう突っ込んでいこうかな。同種のやつだとね 50% なんですよね。だったらこの SR を作りに行くかっていうところですよね。結局失敗するんだったら、ちょっとせっちゃんは PSR もね持ってるんでちょっと置いときましょう。で、どこまで来ただいぶ下まで来ちゃったな。清本は R がない。縦西も R がない。で、上高はない。小松坂はもちろんない。グラビトンとかもそもそもいんない気がするんだけど。東条か。東条プラス3か。東条もちょっとね育てていきたいキャラなんで、ちょっとプラス3まで来てるんで東条置いときましょう。ボックスはだいぶ空いてきたんで。で、神宮寺は R がない。坂本源くんも R がない。マキシマムは何もない。クレーパーはない。日野やりますか。日野はもうちょっと限定キャラなんで、こういうところで上げちゃおう。うん、上がらなかった。限定キャラはねもうとにかく塩漬けになっちゃうんで、ボックスの圧迫になるんですよね。そこがまたきついよな。初野もやっちゃうか。3だからね。おお、分かった。で、次犬4、犬は常設キャラなんでちょっと待ちましょう。
で猫、猫は R がない。でムシカはR しかないのかこいつまあ別にいいけど。で桜の宮は、PR がない。森川のレンジャーは、R がない。イルキ行きましょう。よーし。って言っても犬木くん SR がないんだけどね。まあね、犬木とかもし持ってればね、どうしても北斗っていうところにはならなかったかもしれないですけど。さとりちゃんは R がない。アルビンもね、もう一応プラゴが1個あって、アルビンとか復刻すんのっていうところっすね。みおちゃん行きましょう。解放しなかったか。ミオちゃんちょっとね、バレンタインバージョンを持ってるんで解放したいんですよね。わりかしね使うんすよ、バレンタインミオちゃんは。やっぱね、イベント数が少ないっていうのがすごい良くて、イベント数がね圧迫されるときにね、ミオちゃん筋力キャラで入れたりしますね。で古永、古永は、PR のプラゴができたんで SR にくっつけましょう。で R はちょっと余っちゃいますね。1か。古永もね解放してくれればすごいありがたいんですけど。でビクターとかね、ビクターは常設キャラじゃないんで、これも塩漬け状態ですね。まあ上がらなかったけど、ビクターは今のところそこまで欲しいってわけではないからいいかな。ホープくんは R がなし。アンドロメダ大西もなしで、ここら辺はメジャーキャラなんで、メジャーキャラはもうわりかしくっつけるだけくっつけたんですよね。阿久津とかね復刻してくれればもうプラゴが1個あるんで、変化球キャラだし阿久津も欲しいんですよね。で北斗はちょっと PR が出なかったのが残念だけど、まあ SR 出たんでいいでしょう。で進藤とかね、スザクとかもうここら辺大丈夫博士像とか待ってらんないっちゃ待ってらんないんだよね。で結構3枚あるんでボックスのね圧迫につながってるんですけど、まあさすがにな、もったいないはもったいないよね。というわけで置いといて、マネちゃん、悲しすぎるマネちゃん、そっか黒金のサクチャレで PR を上げたのか。ゼロの経験値とかもう本当に無駄だからね。で岩井くんも行きましょう。岩井くん最近使ってないな。黒金だとねタッグを組んだ時に古い壺をくれるんで金が手に入るんですよね。ゆかり様行きましょう。ゆかり様3か。 39%。 ダメで、ゆかり様まで来て、あとは木崎は PR がない。ライゴもない。みやべちゃんもない。今野どうする？これプラ2にしとく？今野もね限定キャラなんで、なんかこのままね置いとくとボックスの圧迫につながるんすよね。悩むな、これ悩みどころですね。まあとりあえず置いておきましょう、だいぶ空いたんで。でユニフォーム関係はとりあえずここら辺でしょ。で暁余剰、余剰結局プラス3にしかならなかった、意外に出てなかったなっていう。これも入れちゃいましょう。ダメか、余剰は上げたいんだけどな。であとはスミカちゃん、スミカちゃんも SR が欲しかったけど持ってないと解放できませんでした。で7位、7位も突っ込みましょう。7位とかはね、あのプレゼントボックスにね眠ってるんですよね。 SR がないんで PR とか R とかがちょいちょい入ってます。でまだ取り出してませんと。でヤシマはない。で暁守る PR1 枚だけだしな。仙道とかいいや、もうくっつけちゃおう。 30% 解放してくれるとすげえ嬉しいけど、どうだろうね。おお来たね一応プラ3にはなった。でもう下の方に来てるかな、鮮度がいるから。でそうするとよ
ここら辺にサンバがいっぱいいるんですよ。サンバ新島ちゃんが、あとチアの処分ですね。チアの処分もどうするかな。シモン君、まずシモン君やろう。シモン君プラニカ、うん、で新島ちゃんをどうするかなんですよね。新島ちゃんを、一応ボックス262か。空いたといえば空いたんだよね。でもこのサンバなんてさ、もう使い道がね多分ないんだよな。すげえ理想だけ言うと、この PR に R2 つ突っ込んで、プラス2になってプラス3プラス4プラス5 で、普通の新島ちゃんを鍛えるというのがすげえ理想なんだけど、そんなうまくいかないよね。だって 30% を2つ通過するって、まあ、通過してる人はいるっちゃいるんですよね。でも神楽坂プラス3になりましたみたいな PR2 つ突っ込んでっていうのもね聞いたことあるし、あと一応上にサンバじゃない方の新島ちゃんが R が1つ眠ってますと、これも突っ込めるんで、ちょっとな、新島ちゃんについては少し慎重に行きたいといえば行きたい。でもしプラゴが作れないって言うんだったら、もう PR を突っ込みましょう。よ、これでいこう全然慎重じゃねえな。まずはじゃあもう 30%1 個突っ込んで、頼む解放してくれ。解放しない解放しないってことはこれプラゴが、あ、でもまだ可能性はあるのか。これで解放してくれれば、あ、来た来ちゃったよ。来ちゃったら逆に困るな。これも 36% を通過するんでしょ。 36%、 おー、来た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 。とりあえずとりあえず、345と、これでプラコが出来上がりましたと。でこれに新島ちゃんを突っ込んでいいよね。取っといた方がいいいやー、またここで優柔不断な俺のあれが出てしまったな。あ、ミサちゃんいる、ミサちゃん、ミサちゃんやろうん、うんうんうん、まあ一応でも取っとくか、まあ、なんとなく取っとくか。だいぶ空いたしね、255だから。こんな感じか。ということでとりあえず、上限開放で、まあ、結構時間かかりましたけれども、ボックスの方もだいぶ空きましたね。本当にね、ボックスはね、拡張するか、なんかイベキャラボックス的なのをね本当に作ってほしいです。本当にきついです。というところで、まあ北斗も当たったし、サンバ新島ちゃんも一応プラゴが出来上がったんで、まあかなり良かったかなと思います。じゃあまたサクセスの方もね、次回以降やっていきたいと思いますので、まあよかったら見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。